はいいどうも秘密フェガメソッチ8でございます今回はウィナーカップということでね水沢の M3 重賞競争ですね、ダートの1400メートル3歳限定戦ということで、まあ、ダービーが終わった後ダービーで、ね、距離延長ちょっと合わなかったなっていう、あのやや距離適性が短めの馬向けのレースっていうのがね各地組まれていますが、これの水沢、岩手バージョンということでね、ね今回こういった形で予想をしてみました。まあ、軸は9番のアウトレイジング JRA から転入2戦、1着、2着と順調に来ております。JRA で未勝利3着がある実績馬ということを考えると、まあ、このクラスの重賞だったら十分勝負になるんじゃないかなということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番、エイジ、まあ、JRA で未勝利でも掲示板もなかった馬ですけども、まあ、ただその後転入後ね3連勝、まあ、条件戦とはいえね、上ってきてますので、ここは期待をしてもいいと思います。 まあそして6番、シャノン・ナーサー、まあ、重賞でも掲示板実績のある馬、まあ、前走負けてはいるんですが、巻き返しが期待できると思います。まあ、そして7番、ファイントリック、この馬がね一応、岩手でのこのメンバーの中での実績ナンバーワンってことにはなると思います。まあ、スプリングカップで龍の信玄の2着というあたりを含めて、重賞2着、3着、実績多数あります。 実績場なんでメンバーがこれだけ軽くなったら重傷発生はこ,こかなと、まあ、JRA 勢以外だったら一番期待ができる岩手でずっと走ってた馬の中では一番期待ができる馬だと思いますそして10番ロブストフィジーク、まあ、ダービー6着これもいいですね、まあ、あの中1周になってしまうダービー出た馬たちは、まあ、どうしても、ね、その分、ローテが厳しいという点だけが気がかりではあるんですが まあそれでもね、ダービー出て、この今回ダービー出走した馬たちの中では最上位ってことを考えると、これも紐に入れておこうってことでね、こんな感じでやっていきたいと思います。まあ、そんなわけでぜひあの、また地方競馬の重傷なんかも全部やってきますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、はっちぃでした。